入れておきなさい。お腹すい、お腹減った。え、晴れてる。めちゃくちゃ晴れてるかも。うん、足首やるぞ。なるほど、ストレッチ。え？いいね、いいね、いいね。いいね。サスケ出たい。そんな簡単じゃないぞ、絶対。こういうのあるじゃん、サスケに。うん。最初のね。あそこで落ちる人もいるからね。これを行った後に登んなきゃいけないから。これで落ちる人、確かにいるよね。なんかいつだかなかった、この10年間ぐらいでさ、なんか悲劇の回みたいな感じで池谷とかでさ、池谷がここでまさかのあれは伝説の回でしたね。どうやって遊ぶのか分からん。怖い、普通に怖いぞ。足大丈夫、忘れる。え、ここに足？え、こうじゃないの？そこに足やった方が安定しない？え、何それ？ここに足？これは、うん、そこに足乗せてよ。何そ、そんな高度なパターンやったことないよ。怖い。怖いね。お。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。え、めっちゃ楽しい。やってみなさい、けん。その足だかなんだかのやつやれ。ちょっと恥ずかしいな、動画に収められるのはちょっと恥ずかしい。隠しなさい。何の足をするって、そこに足を乗せるんだと威張っておりますケンさん。すごい、この方が安定するんだって。ちょっとやってみたい。お、いいじゃん。マジで楽しい。褒められた。楽しいね、うん、絶対足乗せた方がいいわ。安定するでしょ、うんうん、おもろ、いい運動になるわ。もうないのかな、他に遊具。遊ぶ場っていうぐらいだからね。ここでさ、マジでサスケの練習できるっつって。いいよ、いいよ。きつい。かなりきつい。子供たちすげえな。やばい、かなりきつい。ああ、脱落か、ここで。え、これ、これは何？これなんだ。何これ。あ、あっちの人とお話できるんだ。電話か。サスケすごいわ。鉄棒ないね。よかったよかった。確かに鉄棒なかったね。ケイト上手だからやってもらおうかなと思ったけど。家の近くの公園にあるさ、遊具とはまたちょっと一味違うというか、うん、なんかおしゃれ、うんうん、失礼だよ、家の近くに。いや、ちょっとコーヒー、うん、コーヒー作るか。うん、うん、コーヒーこちらです。知らんけど兵庫県宝塚市。宝塚市ってあるんだ、かっこいいね。あ、みんななんか背筋良さそうじゃん。え、すごいすごい。えー、ねえねえ
べっぴんさんやな。ぼちぼち行こうか。かわいい。毎度。これめっちゃかわいいじゃん。いいね。楽しい。どれにするじゃあ、剣は。知らんけどでいくか。じゃあ私、なんでやねんって。なんでやねんって、生のなんでやねん聞けなかったな。あれ聞けなかったっけ。なんか居酒屋行った時に言われてる人を見た。なんでやねん。常連さんに向かってなんでやねん。いや面白かったな、大阪。いやいいやね。ツッコミバーみたいなところ行きたいな。ちょっとまだ芝生では言われてないから言われたい。芝生では聞けなかったね。芝生で言われたい。マジ強っ。おしゃれ。なんかあの軽トラもさ、いちいちおしゃれじゃない。ね、あんなかっこいい軽トラ見たことないよ。ここすごいわ、うん、なんか細部までこだわってらっしゃる。いつも来たいな。いいね。1時間20分ぐらいだったもんね。うん、近いよね。これいい。いいよ、飲みなさい。ほら、ちょっと川のとこまで行こう。好きなタイプだ、コーヒー。帰りだな。徐々に分かってきた、朝入りと深入り。おしゃれ。マジで組んでるよ。作れるんだ。こっちはだいぶワイルドらしいよ。え、こっちじゃない。この先、左がワイルドサイト、川遊びは右。これじゃない。うん。は超ワイルド。やば、どれ。あー、左側に降りてくんだ。まあでもやってみたいかも。すごっ。これでもリュックとかで来ないとダメだね。水とかどうすんの、川の水。ちょっと見てみたいけど大変かな。こんなワイルドなキャンプ場見たことないね。川とかさ、普通に横に流れてるのはあるけどさ、下ってって、うん、っていうのはないね。しかも川めっちゃ綺麗そうだし、ね、普通にあの下が全部サイトなんだ。しかも直火できる。あ、ほんとだ。すげえ、これはたまらない。やってみたい、やってみたい。車で降りてきたらな、最高だったのにな。ケン、これさ、うん、うちら今コンパクト化計画してるじゃん。うんうん、その実証。いいね。やりたい。ちょっと今年のやりたいことできたわ。鈴買わないと、熊よけの。え、熊よけの鈴とかも買わないと。結構だよ、ケン。熊いるよ、絶対。怖っ。大丈夫だよ、こんなピヨピヨ言ってるの。綺麗。青い池じゃん。うん。釣りしたい。ね。お、始まった。出た。フィッシャーマンの血が騒ぐ。フライの血が騒ぐ。まだ釣り堀で一回しかやったことないじゃん。ここいいね。どう？いる？魚。いそう？いや、いないんだけど、全然。いない。意外と。影のとこに小魚がいるかどうかを見るんでしょ。そうじゃなかった。あ、誰かに教えられたの、父ちゃん。ほら、ケイトそこ座ってコーヒー飲め。ちょうどいいベンチがあったから。ここでも直火していいの、もしかして。お、いいんだ。いいね、いいね。狭い、ちょっと。ケンは入れんな。急に怖くなってきたらしい。ざわざわって、うん、多分風で揺れてただけだけど、うん、怖くなってきた。結構険しいです。疲れた？
歩き方めっちゃ変だぞ。おばあちゃんだ、おばあちゃん。昨日言ってたシャワー室、こんな感じ。めっちゃ綺麗。久々の登場です。キャプテンスタックのミニコンロ。ミニコンロ、これは消防室。あんま最近使ってなかったね。そうね。あっちあっち大丈夫行ったか。こちらです、三重県産巨大ハマグリ。なんと1つ700円ぐらいか。めちゃくちゃ奮発しました。いや、ケイトに内緒で俺がカゴに入れてた。そうそんなでかいさ、やつ今シーズン初めて。うん、だから多分時期入ってるでしょ、こんなでかいのが出てくる。あ、そうだ、あ、連絡来たんだよ、あの茨城の方から。潮干狩り始まってますよ、始まりました。来ないんすかみたいな。うわ、行きたいってなって。ヌンマのシジミも今だよね、5、6月だよね。行かなきゃ。いや、行かないとね。むせるよ。はい。でかすぎ。俺の拳、これ拳ぐらいじゃない。やば、拳。そういえば宮崎県でこれハマグリなのか何の貝なのかみたいなさ、カンカン焼き、うん、やった時さ、そういう話になったじゃん。ホンビノスじゃないかっていう、うん、ついに出会っちゃったね、ホンビノスね。これこんな感じですよ。美しいね。あ、来てる来てるね。今日は岩手鶏ハマグリ塩ラーメン麺侍だって。桃太郎お州祝い鶏だしで、これハマグリの出汁が多分っていうかもう入ってんだけど、あえて自分たちで追いハマグリをします。お州なんか歴史で出てきたような気がする。お州です。お州は岩手県の内陸南部に位置する。いやー、岩手マジ行きたいんだよ。東北行きたいね、やっぱり。奥州の観光地でね、中尊寺、平泉、なんか出てきたよね、平泉っていう場所。歴史で遺跡、いいね。岩手の有名な鳥の祝い鳥を使用したスープ。めっちゃ行きたいんだけど、岩手行くか、東北遠征。冷麺食べたい、牛タンも食べて、ついでに。で、大間のマグロも食べて。あ、いた。だしスープのすんごいだし感のある、このなんかいいね、朝から。でも朝ではないんだよね、ほぼ昼だね、うん、こちらのただのお湯です。こちらにさあ、絶対うまい。入れちゃって。うん、入れちゃいます。はい、先生入れます。これはやばい。茨城を思い出す。こんな感じじゃなかった、うん、茨城のさ、ハマグリ食べてさ、一人一個で十分じゃないっていう話になったんだよね。そう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 。いきますよ。それアホすぎる。うわ、これは、うわ、もう味
釣りとこないもんね。風水から行きましょう、うん、いただきます。いただきます。ありがとうケイト。ありがとうケイト。やば。これはえ、マジで過去一のラーメンかも。これまとめ買いしときたいな。マジか。うわ、すっげえ。うまい、うん、麺もいい感じ、うん、ちょうどいいね、うん、いつもさ割と伸びてること多いけど今回はうまくいった。うん、うん、めちゃくちゃおいしい、うん、うわすっげえ出汁。でもこれさハマグリだけで1人700円してるじゃん、うん、麺とスープでさ、うん、原価で多分1000円ぐらいじゃんだね。これ店で出すってなったらやっぱ潮干狩りで取ってきたやつをお店で出すみたいな、そしたらちょっと原価下がるじゃん、うん、茨城県に出します。ハマグリはもう行くの。いやどうしよう、先に行っといた方がいいかなと思って。行ってみて行け。王様です。貝の王様、別格。時期来た。時期来ました。食べてみよう。ちょっとね、ハマグリはズバ抜けてるね。ホッキ超えた、やっぱり超えてるね、うん、うまっ。じゃあ、いただきます、私も。うわ、ちょっと剣のやつよりでかいわ、これ、うん、申し訳ないけど、うん、気づいた？うん、ケイトでかいの食べてほしかった。でっかでっけぇ。マジで怒られるやつだ、これは。これはマジでケンに怒られるやつ。これはもうマジでケンに殺されるやつ。すげえ。ホースの水みたいだった。チューッつって。皆さん今のでお分かりいただけたでしょうか。いかにこの水分を含んだ出汁がすごいかっていう。一口で食べるわ。もったいないけど。うん、出ました。清師匠。まい。ハマグリのガムとかあったらいいのにね。いやいやいや、だからそれ多分10回ぐらい聞いたことあるな。ハマグリのガム開発、もう一生噛んでられる。うますぎ。うん、もうこのままずっと口に入れていたいぐらいうまい。うん、なんかハマグリ久々で忘れかけてたことを思い出した感じがする。やっぱここにたどり着くんだ、うん、うま。ちょうどさ3日前ぐらいにさ、エイベックスのうん、松浦社長がハマグリ漁に行くみたいなやつ見てたんだよね、あの YouTube で、うん、何を見てんの。 なんでそれ貝がおすすめに出てくるわけ、県の YouTube の。なんかハマグリのこと多分調べてたんだよ。そしたらそれが出てきて、まあ、漁に行って漁港でハマグリとかなんかいろんな海鮮を焼いて食べてる動画なんだけど、生で食べてたんだよ。え、生のハマグリいいんだ。醤油つけて食べた、普通に食べてたんだけど、それがめちゃくちゃうまそうで。え、どこなのその海は。いや、わかんない、どこなの。千葉かな。え、それやりたいんだけど。めっちゃやりたい。今年の夢できた、生ハマグリを食べる。茨城行った時さ、生のハマグリなんてそんな話は出なかったね。そもそもその発想がなかったから気づかなかっただけなのかな。生ハマグリ実はあった。でも全部の貝で牡蠣しかさ、なんか生で食べれるものって。ホッキ？ああ、そっか。うん。ちょっと待って。ホタテ？あ、確かに確かに。結構あるじゃん。生ハマグリ。いや、書いてない。
見つけられない今のところ、ちょっとこれは調べておきます。それがめちゃくちゃ美味しそうで、めっちゃ行きたいんだけど。俺らなんか何でもやっぱ生で食べるの大好きじゃん、その素材の味。いや生ハマグリはね惹かれたね、すごい楽しみが一つ増えた。やっぱそういう目的の方がなんか足動くね、うん、あの、うん、なんだろう、まあ、景色も大好きなんだけど、まあでも景色でも動くんじゃない。動くけど、うん、やっぱ一番すぐ調べてすぐ行動に移すのは そこでしか取れない何々みたいなやつの方がやっぱ上かもしれない。熊本行きます、究極の選択で馬刺しを食べるかゴンドーシャロレでキャンプするかどっちか選んでくださいって言ったら、それはゴンドーシャロレよ、うん、だって馬刺しお取り寄せできるもんそうだね現実的な回答になっちゃうけど、だからお取り寄せできるできないによるね、それはね、まあ、ちょっと場所違うけど、うん、同じ関東っていうことで、そのふもとっぱらに行くか、うん、生ハマグリの漁に行くかだったらちょっと生ハマグリそうマジふもとっぱらじゃなくてどっち県は。ちょっと考えたくない、つらい。ハマグリ漁に行って取ったハマグリを持ってふもとっぱらに行きたい、ね、ダメなのよ、どっちがよっけん。ハマグリかなほらね、ハマグリかな。今この30代中盤っていうのもあんのかなこれをまた50歳60歳になってくるとまた変わってくるかもしれない。そうだね、もう美味しいもの食べ尽くしたみたいな状況になってるかもしれないし、うん、うちらまだまだ全国の美味しいもの食べてないからね。そうそう、何の話いや、剣だよ、真面目なトーンに持っていき始めたの、うん、ハマグリの話で30分ぐらい30分ぐらい、けど入ってるか。入ってないじゃん、ついてなかった。怖い、元気毛布の強さ恐怖症だでも隠れて中とか今日にしてるじゃん。いや、してない。最近は本当にしてない、本当に怒られるからけどスープ全部飲むなよ。え、高血圧で死ぬぞ。怖い、全部飲むなよ、塩分の番人、怖いやめて、ケイやめての。知らんかったね、天気悪い。特需ファームレストランカント、あのランチでお世話になってる特需さん、特需さんのね、なんか白い牛が3000円以下でステーキが食べれるとかなんか書いてあったけど、白い牛ってめっちゃね高いもんね、それが3000円以下で。あとは今日はスイーツです、私たちは。そうですね、ケンはなんかちょっと肉食べたそうだけど、なんかねまた食べれる全然、うん。ソフトクリームだけなのに、なんかこんな立派な席に案内されました。私ね、うん、出ました、テンション上がった時に出るケイトダンスこれもいいね、ケイト好きそう。でも結構結構だよ。結構でかいな、食べれるのそれ。ケン、え、あんた自分何頼んだ。隣のテーブルの匂いが来て耐えきれず、ハンバーグ頼んでた。アイス食べに来たんだよ。可愛いもんでしょ、ケンのハンバーグに比べたら。まあそうだな。いただきまーす。うん。あれ今ってイチゴ時期？どうなんだろう。イチゴのビニールハウスあったね横に。イチゴ狩りできるのかな。うん。あ、これぐらいの時期か。
いちご狩りとかって。うん、うまい。うまい、食べたい。ちょうだい一口。めちゃくちゃ美味しい。めっちゃ牛乳ソフト。牛乳だ。うん、めちゃくちゃうまい。うまい、うん、めっちゃレアだ。いいね。うまそう。最高。ではこちらですね、玉ねぎのソースでございます。ヒン、あんた1時間前にラーメン食べたの。いや、足りないでしょ。麺だよ、すぐ消化しちゃうよ。スイーツタイムのはずだったんだよ。めちゃくちゃうまそう。うまっ。へえ。ソースがね、濃すぎない。ちゃんと肉の味感じれる濃さ。割と薄めな感じ、ソース。何勝手に食レポしてる。スイーツタイムなんだよ、今。ケイト食べるか。うん、食べる。うん、食べ過ぎだぜ。昼ご飯2回食べてるでしょ。めちゃくちゃうまそうでしょ。あ、ちゃんと肉の味を感じれるでしょ。濃くないでしょ。しかも肉もなんかすごい肉肉しい。そう、肉肉しい。うまい。道民でも白老牛なかなか食べられないっていうか、うん、高級すぎるから、うんうん、食べたことないよね、あんまりね。でもこれ1300円ぐらいだと思った。ハンバーグだから、そうだね、うん、ステーキは高かったよね。高かったね。ちょっと頼めませんでした。手が出せない。3000円ぐらいする、うん、なんだか、なんかめっちゃお腹いっぱいになった。なんでかケンがご飯2回食べるわけわからんことになりましたけれども、今ね、この最後のレストランの店長さんとその奥さんが、うん、そちらの動画見てくれてる方でね、そうそうね、ちょっと盛り上がって帰ってきた、ね、いろいろ喋ったね。また来ます。白老もいいね。いいね、あったかいね、うん、ちょっとまたもうちょっと緑が綺麗になってきたら来たい。そうだね、なんか6月にいちご狩り体験だっけができるみたいで、なんかいろんな種類のいちごがなってるらしいから、うん、珍しいいちごいっぱいあるって言ってた、うん、ケンタロウいちごではなかったね。それではなかった、うん、帰ります。たくさんいるな、今日は。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。次は湖。次絶対湖行く。そしてその頃にはもうあれが届いてると思うから、あれを持ってく。ちょっとね、ケンがポチったんだよ。なんかケンってあんまりポチらないんだけど、珍しくケンが私の許可なくいつの間にかポチった。楽しみに。ふに、あんたも湖行くつもりなの？何だろう。